はい、酒好きな俺の飲酒動画です。今回はですね、タカラの、中杯ですね、焼酎ハイボールの、新しい味、強烈塩レモンサイダー割り、強烈塩レモンサイダー割りというね、これ以前は強烈レモンサイダー割りとかだったと思うんですけど、あれどうだったっけ？強烈サイダー割りだったのか。それは塩レモンになったっぽいですね。アルコール度数 7%、無果汁。夏限定、プリン体ゼロ、糖質ゼロ、甘味料ゼロ。原材料が焼酎とレモンエキス、レモンエキスと食塩と糖類と酸味料と香料とカラメル色素と、ヘスペリジンです。よいしょ。美味しいか。でも、塩レモンサイダーか。サイダー。サイダーっていうのがちょっと気にはなりますね。今日はつまみ、久々に食べますが、小池屋のプライドポテト、ちょっと高めのね、120円ぐらいするやつ。130円ぐらいするやつか。普通のやつのポテトチップスより2倍ぐらい高いやつですね。これを食べてみたいと思います。まあ、俺はね、海苔塩が一番好きなんですが、ポテトチップスといったらやっぱり海苔塩です、ね。ポテチといったら海苔塩。何が違うのこれ。濃い、辛、うまい。は？本当に何が違うか全然味わかんないのこれ。まあいいや、乾杯。ああ。ラムネ。ラムネなんだけど、レモンラムネみたいな感じかな。レモン味のラムネみたいな。それがちょっとしょっぱいような、もうちょっとしょっぱくてもいいな。なんか塩が全然効いてないですね。もうちょっとこれ、塩効かしてくれや。もうちょっと。まあ普通のレモン、焼酎ハイボールのレモンに、サイダー味を追加したような味ですね。ほとんど、しょっぱくはないですね。全然しょっぱくないですね。むしろ、塩入ってんのかレベルですね。これ入ってないって言われたら、あ、そうで終わるレベル。塩入ってるんですよって言われて、初めて、あ、そうなんだ。あ、確かに、みたいな。そういえば、以前はこれ、サイダー、激烈だったよね。激烈塩レモンサイダー割り、じゃなくて、激烈だったよね。激烈サイダー割りとかだった気がする。で、史上最強の炭酸ってここに書いてあるんだけど、また最強かよって。激烈じゃなくなってる。なんか、前激烈だったじゃないですか。確かに。そして、このポテトチップスが、何が違うのか全然わかんない。
香り広がる日本産 100% の青のりを贅沢に使い、芋の旨味を引き出す3種の塩、かっこ焼き塩、なんだこれ。藻塩、平釜炊きの塩と味わいを引き締める3種の唐辛子、かっこ細引き、粗引き、焙煎を絶妙にブレンド。元祖海苔塩の伝統を継ぎながら進化した正統派ポテトチップスって書いてある。は？やっべ、何にもわかんねえ。素材、皮の剥き方、洗い方、揚げ方、厚さ、油の種類、仕上げ、まるで料理を作るようにポテトチップス作りにこだわっていた創業時代の情熱をもう一度、日本産のジャガイモ 100% 使用し、素材も製法も一切の妥協なく、老舗小池屋のプライドをかけて理想の美味しさを追求しました。軽やかなのに味わい深い、これぞ日本のポテトチップスです。何が違う？やべえ、全くわかんねえ。なんか気持ち硬いような気もするけど、それかな。それかな。ちょっと硬いような気もするけど。うん、確かにちょっと硬い。ちょっと硬いな。硬いっていうか熱いのかな。ちょっと厚めに作られてるのかな、これ。もしかして。このポテチ。もしかすると。で、ちょっとなんか油が、なんか、油っこくなくなったような気がする。ほとんど雰囲気に近いね、これはね。油は、なんかカラッとしてるような気がするんだよね。多分気のせいじゃないような気もするけど、もう言われなければわかんないレベル。うん。うん。わかんね。うん。結論。2個ポテトチップスを買った方がいい。うん。むしろ俺ポテチ脂っこいの方が好きなんで。うん。ポテチはね、別にカラッとしてなくてもいい。カラッとしてない方がいい、俺は。むしろ油が普通についてるやつの方が好きです。うん。あれ？激烈じゃなかったっけ？ラムネ割りか。激烈ラムネ割りとかなかったっけ？あれ？あ、気のせいか。前があったのが、強烈サイダー割り。
ですね。強烈サイダー割りっぽいですね。だからずっと俺激烈だと思ってた。激烈ってなんかすっげえなと思った。個人的にもうちょっと塩入れた方がいいんじゃないか。あ、俺結構塩な、しょっぱいの好きなんです。最近ね、居酒屋行ったんですけど、うめえなと思ったのがね、ガリチューってやつね。あの、ガリ、あの、生姜を入れて、チューハイにしたやつ。それがね、あの、甘酸っぱくて美味しかったですね。あれはうまかった。うん。普通にうまかった。ガリチューはあれは、うまかったなぁ。おぉって。俺結構、あの、甘いのも、そこそこ甘いの好きなんです。チューハイってやっぱそこそこ甘くないと、甘味料の甘さはダメなんだけど、砂糖の甘さで、割かしこれぐらいの甘さだったら、この焼酎ハイボールぐらいの甘さよりちょっと上でもいけるレベルの、結構甘かったりしても、OKな人間なんですよ。チューハイに関して言うとね。ウイスキーとかは甘いのダメだけど、まあ、バーボンとか。は嫌いなんですよ。バーボンとかはちょっと甘いじゃないですか。だけど、チューハイに関しては結構甘いの OK な人間なんで、好きなんです。で、ガリチューはね、本当にね、ガリの、甘酸っぱさ。うん。あれをもうまんまビヤーって入れて、ガリがこんぐらい入ってて、こんもり入ってて、で、焼酎でビヤーって割って、で、炭酸で割ったような。やつだったんだけど、普通にうまかったね。前、紹介したよね。なんか、ガリチュー、なんとかかんとかってやつ、チューハイであったじゃないですか。あれに非常に似てる。うん。だけど、やっぱり居酒屋の方が明らかにうめえなと思ったね。ああ。さすがに。さすが居酒屋っていう感じね。香り。まあ別にまずくはないですね、これね。まあしかもうまい、割とうまいっすよ。ただ、これもうちょっと塩入ってたら俺、5つ星入れたな。ああ、惜しい。3334です。ご視聴ありがとうございました。